ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も「ペルソナ4ザゴールデン」やっていきましょう。はい、前回ようやくね、マリーの居所が分かったっていうところで、この埴輪に隠れた、囲まれたダンジョン見つけたわけなんですけども、まあ久しぶりの冒険ということでやっていきたいと思います。ペルソナも一応ちょっとね、コミュ育む用の人たちはちょっとお帰りいただいて、はい、メインどころだけでいきたいと思います。はい、じゃあ行こうか。メンバーはレベルの低いメンバーから3人連れていきます。全員99にしたいしね。うん、先輩気をつけてね。ここ何か嫌な予感がする。まあするだろうな。嫌な予感しかしない。正直どこからともなく声が聞こえてくる。あ、またポエムが聞けるか。どこへ行くのかって？つまんないこと聞かないで。地図なんかいらない。 全部私的だな。おい、コンパスはとっくに捨てた。私の心が道を示すわ。私は一人で歩いていく。寂しくないかって？冗談、影だって邪魔なのに。これ以上私を縛るならあんたの前で華麗に死んでみせる。私の翼は誰にも折らせない。もう何も必要ない。ただ一人で歩いていくだけ。これってマリちゃんの声って？嘘、先輩大変。持ち物が全部なくなって、おい なんで 全部なくなってる？マリちゃんさっきもう何も必要ない、ただ一人で歩いていくだけって言ってた。そんなマリちゃんの拒絶に影響されたってこと？今まで溜め込んできたアイテム全部ないの？先輩気をつけて。やっぱりこの場所なんか変。うまく言えないんだけど、さっきからすごく嫌な予感がする。何も持ってません。装備は？あ、装備はあるんだ。一応装備は、怪しげな太刀とかになってる。こんな武器だったっけ？こんな、あれ？いや、武器もなんか弱くなってる、勝手に。なんか違う、なんか違う。アクセも違う。衣装もなくなってる。なんだこれ。じゃあもう素の力だけでか。あ、じゃあレベル上げといてよかったな、本当に。レベルだけが正義になったな。はあ、むしろ望むところだ。勾玉がある。あれ、シャドウがいない。あ、いや違うの、シャドウがいないわけじゃないの。なんだなんだ、シャドウの気配を感じるんだけど姿が見当たらない。この先に進みますか。もう進むしかない。何、そういうことか。まあ見た目はいつもと一緒だな。闇属性が弱点。そんなもん撃てねえ。 そんなもん撃てねえ。ヒートウェイブ。闇属性撃てる人いたっけ、こんな。あ、でも弱いな。みんな弱くない？マハガルダイン。竹羽スサノオ言いづらそう。あー、でも全然いけんね。レベルの力でなんとかなりそうだ。で、なんかいいのない？なんかいいのない？アルカナに変化。ろくなもんないな。全カードが変化。なんかいいペルソナない？ないない。何もない。アイテムは一応もらえるんだ。敵を倒したアイテムはもらえんの？なるほどね。ここにあった縄を切るとシャドウが襲ってくるみたいだね。先輩気をつけて進んで。じゃあレベル上げあんまり向かないな、ここ。ちょっと待って、みんなすっごい消耗してる。本当だ。SP が半分になってる。なんで？なんでこんなに消耗してんの？こっちが聞きたい。しかもアイテムないってわけだよね。SP20 回復。敵一体の火炎耐性打ち消す。これって不思議なダンジョンさせられてるんじゃない？ひょっとして ひょっとして不思議なダンジョンじゃない？その時に入ったアイテムしか使えなくて、一回出ると全部リセットされてっていう不思議なダンジョン系か？あんまりやったことないけど、不思議なダンジョンも。箱はある、箱はある。雷寄せの鈴。まあ、この辺駆使していくしかないね。じゃあ徐々に回復系のスキル取った方が良かったかな。波属性に弱いやつ発見。頑張って。アイテムあるからいいやで、徐々に回復系取ってなかったけど、今回いるんじゃないか。なるほどな。専用でペルソナ作んないとダメか。とりあえずマハガルダイン。竹林さんの。ああ、強い強い強い。はいよ。まあ、雑魚はそんなに強くないから怖くはないんだけど、
何があるか分かんないのが怖い、本当に。ねえ先輩気づいた？あ、SP がどんどん減ってますね。戦ってる最中に少しずつ気力が回復してたよ。え、そう？それは気づかなかった。あれを利用したらこの先戦っていけるかな。もうちょっと大きく回復できたらいいんだけど。え、じゃあじっくり敵と戦えばいいってこと？今見ると4分の1になってるけど、え、いまいちまだルールがわからんな。じっくり戦う感じ？じわじわ回復だってな。最初、え、敵出ないよ。一旦で、うん、陽介が全部倒しちゃってるから、今んとこその回復したっていう状況がわからんな。じゃあちょっと耐えてみる？次耐えてみよう。敵出たら。うん。闇属性に弱いやつ。みんな闇属性に弱いな。とりあえずヒートウェーブは打っといて、敵の数を減らそう。敵の数は減らそう。一匹、こいつの方がヤバそうだから、こいつ倒しといて。33、弱っ。ディア。あー、回復ね。じゃあやっぱりこいつ倒しとこう。誰かこいつお願い。こいつ倒しといて。花村先輩がちょっとかっこいい。花村いつだってかっこいいだろ。でずっとガードしてみよう。回復してる？ラスト1体行け。してる？あ、8回復してんだ。8 すごい時間かかんなそれ。8回。おー、びっくりした。びっくりした。あ、そっか。しかもこの待ってればいつか理性が回復してくれるんじゃない？これこうやって根性。理性も回復あったよね。ほら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 、あ、これでいいじゃん。これでいいじゃん。理性でいいじゃん。あ、理性でいいわ。いざという時は理性に回復してもらう。あ、理性育てといてよかったわ。あ、ベリアルさんか。経験値上昇と、あ、1枚で終わっちゃった。なるほどね。あ、これならいける、これならいける。よし、じゃあ、うん、回復を待って戦えばいけるかもしれないけど、ずっとこれだとさすがにしんどいね。どうしたらいいんだろう。いや、理性が何とかしてくれるっていうのが分かったから OK です。OK です。お、来た。君は殺人者です。いつの間に、いつ殺人者になった。静かな微笑みで、その落ち着いた声で、深い色の瞳で、そのはにかんだ指先で私を殺したのです。どういうこっちゃい。私は死体、愚かで惨めで幸せな死体。幸せならいいじゃないか。幸せなら OK です。きっとこのまま朽ちていくのね。だって君が私を殺したんだから。あれ、ここはシャドウの姿がある。よし、アイテム集めるぞ。なんなのここ、一体どうなってんの。よし、アイテム集めよう。行くぞ。会えない朝はスパイシーなミントティー。なんか急に優雅になったぞ。ブランチにはマーマレードマフィン、ほろ苦いのがちょうど気分。ため息は星屑だね。まるで君と僕のミルキーウェイ。追いつけないよ君の背中。ほら、すぐに黄昏が忍び寄る。君までの距離はまるで永遠みたいな夜明け前。永遠に続く夜明け前。なんだ。楽しんでないか状況は。マリさん、ねえ先輩、このマリちゃんの言ってることってさ、一体どういう意味なんだろうね。昔からわからない。マリのポエムか。マリのポエム、意味はわからない。そうだよね、先輩もわからないか。やばい、みんな真面目に考えてる。よくわからないけど、この場所のせいかな。何か意味深に聞こえるね。そうなんだよな、地形効果ってすごいな。さあ、ワクワクしてきたぞ、ポエムが。ねえ、醜い仮面をいつまでつけてるの。外す勇気がないだけだって気づきなさいよ。薄っぺらい正体を見えっ張りでこうとして、私が罠にかかるのを待ってるんでしょ。おあいにく様、騙されるほどバカじゃないのよ。滑稽な演技はもうやめなさい。そしたら私も踊ってあげる。私はピエロ、永遠に踊り続ける哀れなピエロ。読んでて楽しい。ねえ先輩、ここってマリちゃんの心が作り出した場所なんだよね。
混沌としてるな。ラーメンがいっぱいあるぞ。ラーメンの上りがいっぱいあるな。ほら前見て、それジネスの看板だよね。他にも商店街とか学校にあったいろんなものが置いてある。あー、今までの記憶で作ってんのか。焼きそばとか書いてあんな。どういうことなんだろう。こっちが聞きたい。どういうことなんだマリー、教えてくれマリー。お、中ボスか。あ、待って、この感じ、ここも縄を切るとシャドウが襲ってくるみたいだね。先輩準備はいいかな。 SP ちょっと貯めるか。まあ、おかげさまで結構なアイテム貯まりましたんで。SP20 回復全員1回ぐらい使うか。よし、じゃあこれでいいだろう。進みますか。はい、中ボス。あ、全然いつもと一緒、全然いつもと一緒。もう全然いつもと一緒なんで、マハガルダインで OK です。なんでわざわざ準備はいいなんて断ってきたんだろう。うん、これで終わるんだよね。いや、ほんと陽介連れてきたの大正解で、うん、疾風弱点ばっかりなんだよね。はい、もうずっとこの調子です。なんだろう、なんかあんのかな。さあ来い、さあ来い、準備はできてるぞ。嫌い、冷たいもの、嘘をついて生きること、偽りの仮面をかぶった人、それは私、そしてそれはあなた。好き、温かいもの、まっすぐに生きること、すべてを包み込む優しい人、それはあなた。うん、わからない。先輩大丈夫？まだまだ先が長そうだよ。あ、今のポエムについて大丈夫じゃなかったのか。工具について大丈夫ね。気を抜いちゃダメだよ。いや、全然余裕だけどね、今のとこ工具は。はい、はい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 。打天使は鎖に繋がれた。翼をもがれ、偏見に蝕まれ、漆黒の絶望の中で生き耐えなんとする。ねえ、彼女の名を知ってる？彼女はやがて忘却の彼方へと追いやられ、無へと帰っていくのだろうか。いいな、鎮魂歌レクイエムはやがて痛みへと変わり、偽りの仮面を引き剥がすだろう。目を閉ざし、目を閉ざし、虚構に、あ、読めない。彼女の名を君は知っているはず。ねえ先輩。感想どうぞ。マリちゃんはなくしてた記憶を思い出したって、確かそう言ってたよね。じゃあこの場所ってマリちゃんが思い出した記憶ってことなんだよね。ああ、そうなるのかな。なんだろう、うまく言えないけど、そう考えたら何か切ない気持ちになる。一体何人なんだあいつは。宇宙人なのか。さあ、僕はあと何回マリーのポエムを読むんだろうか。今回解放せよ。あ、来た来た来た、一番好きなやつ来た。解放せよ。欲望、衝動、理由を、根拠を、臆病者の言い訳を、解放せよ。心の声を、内なる叫びを、潰した喉と引き換えに生きる証をつかみ取るがいい。そして生きた証を胸に抱いて、我と共に解放せよ。あれ、解放せよがないじゃん。ちょっと足りないよ。とうとう来たか。解放するか。なんかいる、なんかいる。見て、あれ、誰かいる。誰だ。マリーじゃなさそうだな。誰。あ、いや、あ、マリーだ。何その服。その声、マリーちゃんか。え、すげえ探したぜ。つか、なんだよその格好。何、どうしちまったんだ。どっかお嫁さんに行くのそれ。来ないで。ん、なんだ。一緒に帰ろう。迎えに来たよ。そうだよマリーちゃん、私たちあなたを迎えに来たの。一緒に帰ろう。一緒に帰ろう。何が起こってんだこれは。民族帰る場所なんてない。おお、何も分かってないんだ。目が目がすごいことになってる。おめえ、その面。何どういうこと。信じらんないよ。なんで来たの。あ、でもどうして。表情はマリーだな。目怖くなってるけど。聞いてマリーちゃん、どんな記憶が戻って、どんだけ辛いか、私たちには分かんないよ。うん、分かんないな。でもこんなとこに閉じこもったって何もいいことないって。何を思い出したんだか、せめて教えてほしいな。でもあなたの力になりたいの。力になれるか、なれんのか。
なれないのか。本当おせっかい。ほう。私が危ないって思ったんでしょ。うん。シャドウもいるし、死ぬかもって。それでいいの？いいの？何なの？ここはお墓だよ。私のお墓。君たちが思ってる通り、私はここで死ぬの。いや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 。だから止めに来た。そんなことはさせない。抜けるな。止めに来ました。うん。先輩の言う通りだよ。そんなの絶対に許さないから。私許しません。うるさい。何も知らないくせに。だから教えてください。教えてください。マリちゃん。一から教えてください。マリーなんて私の名前じゃない。ああまあそっか、名前はそうだよね。マーガレットさんがつけたんだもんね。思い出した。ほう。全部思い出したよ。はい。私の本当の名前はね。ほう。くすみの狼。くすみの狼。ペルソナ？君たちは戦ったんでしょ。おう。国のさぎりや雨のさぎりと。ほうほう。私はあいつらと同じ。おお。町を霧で覆った君たちの敵だよ。あ、まあ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 、予想の範疇だな。うん。マリーちゃんが、うん、私らの敵。嘘でしょ。まあでもマリーに敵がないんだったら別にいいんじゃねっていう話なんだけどな。どうなんだろう。マジかよ。国のさぎりに雨のさぎりっつったら、うん、あん時の霧の恋人よく覚えてない。正直シルエットが出てこない。よく覚えてない。クマ覚えてる。クマアダッチーと生タメって人から出てきたやつらクマ、ね、あれがそうなのか。あ、そっかそっか、それがそうなのか。それがてめえの思い出した記憶だっつうのかよ。やばい、僕のボケが完全にスルーされてる。そうだよ。人の世界に紛れて、うん、人の意志を感じて。でも悪意ないんだったらいいんじゃないの。どうなの。人の望みをさぎりたちに知らせるのが私の役目。ほう。だから私だけ人の姿。なるほど。記憶はなくても体はずっと機能を果たしてた。ああ、なるほどね。君らの言葉で言うと、そういうことね。スパイってやつだよ。はい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 。自分でも知らないうちにスパイさせられてたってこと。だから結局人間界に自分がいると迷惑かかるから私死にますって言ってるわけだな。要は、うん、わかりやすい。そんな、ひどい。いやー、でもなんとかなるんじゃないの。うん、分かったでしょ。それにね、うん、いいこと教えてあげる。はい。私が死ななきゃ、あれ、君たちの世界は消える。あ、もう消えちゃうの。だからこれ以上来ないで。それ確定なの。手段はないのか。おー、消えた。マリちゃん、俺らの世界が消える。いやー、どういうことでしょう。どういうことだ。彼女が足立さんや生ためから出た怪物たちの仲間だということは分かりましたが、うん、彼女が堅くなに閉じこもる理由がそこにあるのかもしれませんね。そんなこと言ってる場合じゃないって。あの子やっぱりここで死ぬ気だったじゃん。で、まあマリーに害がないんだったらその他のそのさぎり軍団たちを全滅させればいいんじゃないか。そんな簡単な話ではないか。どうなんだろうな。他にさぎり軍団がいるわけだろ。このまま放っといちゃやばいよ。とにかく急ごう。マリーを助けよう。まあそれは確定だな。それは確定です、ええ、どちらにしろこのまま放ってはおけません。うん、先を急ぎましょう。急ぎましょう。 OK。 え、じゃあまだ私ポエムを読むことができる。やったぜ。やったぜ。はい。じゃあというわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。解放せよ。